皆さんこんにちは。ここからは愛知県田原市道の駅 PR 大使の阿美希がお届けする田原情報広場です。このコーナーは渥美半島観光ビューローとマジシャンキング彦のサポートでお届けします。まずはコロナの情報です。田原市では先週1週間で47人の新規陽性者です。先々週の51人より減少しています。しかしゴールデンウィーク明けでこれから検査数も増えてきますのでご注意ください。さて、渥美半島一帯では砂地を彩る美しいハマヒルガオが咲き始めました。赤羽ロコビーチや小石ヶ浜など表浜一帯で見られますので、ぜひ見物に行ってみてください。さて続いては伊良湖岬までを高規格道路にする渥美半島道路推進に向けた経済連合会の総会が行われ、実現への様々な意見が出ました。今年度事業計画などが承認された後、河合俊則会長の進行で始まった意見交換会では、道路の必要性を認める一方で市民への一層のアピールが必要との声が多く寄せられました。また三河港臨海部の未利用地に企業を誘致し、道路の必要性をアピールしていくことや、道路ができると何がどう変わるのかを具体的に挙げていくことも市民に対して大事だと指摘しました。道路は昨年国の構想路線となり、連合会ではさらに実現に向けた計画路線への格上げ活動を進めます。山下市長もぜひ実現まで力いっぱい活動したいと述べていました。さて、いちご狩りは終わりますが、ブルーベリー狩りが始まりました。中山地区にある伊良湖ブルーベリーは、園内に80種、1000本のブルーベリーを栽培しており、甘いものから酸味の強いもの、果実の大きなものなど、いろいろあります。8月までの期間中は、10種類以上の食べ比べができますので、ご家族や仲間と会話を楽しみながらお気に入りを見つけてください。一粒から弾ける笑顔に体験をごゆっくりとお楽しみください。お問い合わせは伊良湖ブルーベリー。電話番号が 0531-321727、0531-321727 です。さて続いてこちらはメロン産地ならではの鉄火メロンです。メロンは1本のつるから1個しか生育されないため、他の実はすべて摘み取られてしまいます。この実は漬物などにすると大変美味しいことから、地元ではよく食べられています。メロンの出荷が本格的に始まる7月までの間で販売される貴重な果実ですから、ぜひ見つけたら買ってみてください。メックンハウスでも扱っていますよ。まだちょっと高いので、私は安くなってから買いたいと思います。さあ、ここで一つお願いがあります。ゴールデンウィーク中、メックンハウスでは棚の商品を開けて食べてそのまま棚に戻すという事件が2回も発生してしまいました。しかも同じ商品なので同じ人だと思うんですけど、大変迷惑ですし汚いし、他のお客さんもお買い物する気持ちがなくなってしまいますので、はい、取らないでねという時点でね、もう気持ち悪いのでやめてくださいっていうのをツイッターでもいっぱい書きましたので、よかったら私のツイッターもご覧ください。さあ続いてここからは田原防災クイズのコーナーです。いつ起こるかわからない地震などの自然災害時に役立つ情報をクイズ形式で学びながら防災力を身につけていただくもので、毎週お出しするクイズを皆さんと一緒に考えていきます。
クイズは毎回2問あり、答えは翌週に発表しています。ではまず前回の答え合わせです。はい、前回市長と一緒に出した問題です。田原市長による発令のうち最も緊急性が高いものはどれでしょう。1、避難勧告。2、避難指示。3、避難準備、高齢者等避難開始。はい、こちらはですね、もう、あ、これ裏、はい。じゃあ2番、避難指示、かっこ緊急って書いてあるので、もうね、緊急じゃないわけがないんですよね。はい、2番でした。はい、続いてこちら2問目。車の中で浸水して動けなくなってしまった場合、脱出に最も役立つものを答えてください。はい、シートベルト、ヘッドレスト、クラクション。はい、答えは2番でした。2番のヘッドレストですね。浸水した車から脱出するために取り外したヘッドレストを、この細いところを、あの窓とこのドアっていうんですかね、の間に入れるとパキンと割れるらしいので、はい、私はシートベルトのこのちっちゃいところでガンガンやろうと思ったんですけど、それよりめっちゃ早く割れるみたいです。はい、洪水に巻き込まれないのが一番ですけど、何かあったらこれを思い出してください。さあ、今日の問題です。じゃん、今日の問題はこちら。避難時の安全を守るため、正しい行動を選んでください。1、早く走れるように底の薄い靴を用意する。2番、すぐ履けるように枕元に靴やスリッパを置いておく。3番、汚れが菌の繁殖につながるので室内は土足を避ける。そして2問目、こちらですね。熊本地震以前、熊本で30年以内に震度6弱以上の地震が起きる確率はどの程度だと言われていたでしょう。1番 25% 以上、2番 5%、 3番 0.9% 未満。このあたりはもうね、なんか30年以上に大きい地震があってずっと言われて何年も経ってますけど、はい、熊本ではどうだったんでしょうか。はい、こちらまた皆さん来週答え合わせしたいと思いますので考えておいてください。さあ、続いては伊良湖岬にある見学自由な渥美魚市場のセリ市。今週は火曜と土曜がお休みで、他の日はお昼12時半から開始です。生きのいい魚が競り場に出てきました。三河湾、伊勢湾の新鮮な魚介類が間近で見ることができる市場です。そして鮮度抜群で旨味の乗った地魚がその場で食べられる直営の市場食堂は木曜から営業です。人気のお刺身定食をはじめ、美味しい魚が味わえますので、ぜひお越しください。いかがでしたか？今日の田原情報広場。このコーナーでは皆さんからの情報をお待ちしています。田原に関することで編み木が話せる内容をブレマーテレビジャンプまでお寄せください。お待ちしております。今日は1時からキング彦さんがやってきます。1時からですよ、皆さんお楽しみに。それではまた午後にお会いしましょう。